こんにちは、自営業専門の税理士川南です。本日の動画は、起業しよう、独立しよう、やっと決めたとはいえ、ちょっと待って、一体何をしたらいいんだろう、そういう方向けに動画で解説したいと思います。私はオンラインサロンを運営しています。その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、ぜひ合わせてチェックの方してみてください。また自営業向けに本も出版してますので、そちらの方も合わせてチェックの方ぜひよろしくお願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。はい、それでは会社員を辞めたらやるべきことを紹介していきたいと思います。独立しよう、起業しよう、決断をしたけれどね、一体何からすればいいのか、やるべきリストを紹介していきたいと思います。はい、本日の内容です。独立開業を決めたら、退職前に何をするのか、そして退職後のやることリストを順番に紹介していきたいと思います。そして最後、まとめと次回予告、本日はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。はい、独立開業を決めたらということで、こちら本のね、第1章の97にあります。会社員時代の国民年金や健康保険はどうなるのということでね、どういう手続きを進めていったらいいのかについて、ここのページ97で解説をしています。本日はね、この内容についてもう少しね、動画の方でより詳しく解説を追加したという内容になっております。はい、それではまずね、退職の前に一体どういうことをしなきゃいけないのかを解説していきます。はい、退職前にすることです。まずこちらですね、退職届の提出になります。こちらは前もって意思表示と相談を、上司なり言わなければいけない相手にきちんと前もって言うことが、やはりね、社会人としてのルールではないかと思います。いきなりね、辞めますって言ってしまうのは、やはりね、社会人としてルール違反になりますので。またこの退職届の期限については、会社の規則で決まっているケースも多いので、必ず規則を確認しましょう。だいたいどこも、まあ1ヶ月前に報告をするとか提出をする、まあ、2、3ヶ月以上前に報告もしくはね、相談をするというふうに会社の規則で決まっている場合もありますし、そこのね、会社のルールというものもありますので、他の人たちがね、どれぐらいの時期に意思表示をして、またね、いつまでに退職届っていうのは出さないといけないのかをしっかり確認してください。はい、次です。備品などのね、返却が必要になってきます。どういうものかって言いますと、社員証や借りている制服、もしくはね、支給されている制服、その他支給されている備品があるかと思います。例えばパソコン、パソコンやタブレット、机やロッカーの整理も必要になってくると思いますし、会社から支給されているものは返却するという必要があります。また部署によってはね、引き継ぎの内容がね、ヘビーというか内容が重いとか、もしくは時間がかかるっていうね、ちょっと特殊な部署にいる方もいると思いますので、そのあたり引き継ぎの期間などどういう風にね、すればスムーズにいくかっていうのは、よく相談をしてから退職届け出して、備品などの返却という風に進んでいただければと思います。そして3つ目、次が要は手続き上大事になるものなんですけど、必要書類の確認、要はね、手続きをする必要があります。これ基本的に会社の方がしてくれるんでいいんですけど、この書類がね、後々退職後に使う書類となりますので、しっかりチェックしてください。何かと言いますと、この雇用保険、非保険者証をもらうこと、また離職票を作ってもらってもらうこと、この2つの書類がね、今後使うことになりますので、しっかりと押さえておきましょう。そしてもう1点、もうね、この時にもらうとね、後々ね、またね、再度取り寄せたりとか連絡しなくてよくなるので、もしこの段階でもらえるのであれば、源泉徴収票をもらっておきましょう。こちら次ね、自分がもし確定申告をしないといけないっていう時に、確定申告で必ず必要な書類となりますので、この源泉徴収票もここの段階でもらっておくと、効率的、まあ、スムーズだと思います。そしてもう一つね、ちょっとね、話ずれるかもしれないんですけど、クレジットカードの作成をしておくっていうのも大事なポイントかなと思います。自営業になってしまうと、やはりね、社会的信用が会社員に比べるとやっぱ下がりますので、作りにくくなるんですね。できなくはもちろんないんです、作れなくはないんですけど、会社員と比べると作りにくくなるので、事前に、まあ、辞める前にクレジットカードなど作っておくっていうのも一つのポイントかと思います。じゃあ次に、退職後にね、自分がしていかなければいけない手続きです。この退職前のものは比較的会社と相談してとか、まあ、会社側でもしてくれるものが多いので、そんなにね、心配しなくてもいいんです。この退職後の手続き、やらなきゃいけないリストは自分がやらなければいけないので、もう会社は助けてくれませんので、しっかりと押さえましょう。次のスライドから解説をしていきます。はい、退職後にやることです。まず1つ目、国民健康保険の切り替えをしましょう。これは会社の社会保険から国民健康保険へ切り替えるという手続きをします。今までは社会保険、要は会社からもらっている健康保険証を使ってたと思うんですけど、そちらね、返却しなければならないので、国民健康保険、要は健康保険を切り替える手続きが必要となります。皆さん今まではね、社会保険で会社の健康保険、協会健保などに入ってたと思うんですけど、こちらを切り替えるために退職
職後14日以内に市区町村、自分のねお住まいの市区町村の窓口へ必ず行ってください。そしてこの時にね何が必要になるかと言いますと、先ほどこの書類今後も使いますよって言ってピンクで紹介した雇用保険、被保険者証と、あと離職票が必ず必要になりますので、そちらの方合わせて持って窓口へ行ってください。ですので必要書類とプラスここで引き落としの口座、要は国民健康保険ね、このまま行くと現金払いになってしまいますので、引き落としにしたい方はこの引き落とし口座の手続きを一緒にこのタイミング窓口でやってしまうとすごく楽になります。その場合に引き落とし口座通帳を持っていくなり、あとカードでもね対応できるところもあるんですけど、一応両方持ってった方がいいと思います。またね印鑑もねあると便利だと思いますので、印鑑と通帳またはねカード、まあ、印鑑、通帳、カード、この3つ持っていくと漏れがないと思いますので、そちらの方を持っていくと自動引き落としの手続きも終わって帰ってこれます。またねその時じゃなくてもいいよという方は、口座振り替えの手続きの用紙を窓口でもらってきて後で郵送するっていうことでも OK です。そしてもう一つ、この国民健康保険なんですけど、実は任意継続っていうものが選べる場合があります。これは何かと言いますと、会社の健康保険に継続して最大最長は2年継続することができるんですね。ですのでこれは会社のルールになりますので、会社の健康保険協会健保の方が2年継続、要は任意継続ができるかどうかっていうのは確認をしなければなりません。そしてもちろんね、そのまま何もしなければ切られてしまいますので、そのね継続、要は任意継続しますよっていう手続きが必要となります。担当の方とね一緒にこう手続き進めていけばいいと思いますので、必ずこの任意継続があるのかないのかをまず確認すること、そしてない場合はもう国民健康保険でこの市区町村の窓口へ行けばいいと思います。そしてこの任意継続が選べる人は、国民健康保険と任意継続どちらがお得なのかっていうのをシミュレーションしないといけないことになるんですね。でこちらちょっと一概には言えなくて、どっちがお得かっていうのは結局人それぞれで、その稼ぎ方やね扶養家族がいるいないようによって判断されるんですけど、基本的なベーシックな判断方法を少しねせっかくなのでここで紹介していきたいと思います。はい、では見分けポイントです。どっちがお得かと言いますと、国保の場合は退職前の所得が低くて独身の方は国民健康保険の方がお得になるケースが多いです。絶対ではないです。そして任意継続の場合はどういう方がお得になるかと言いますと、退職前の給与が高く扶養家族がいる方になりますね。そしてねここでねどっちを選択するかによってやはりね金額変わってきますので、損をしたくないって方は必ず資産をするようにしてください。じゃあこの資産どうすればいいのかっていうとね、まあやっぱ人それぞれ違うので、こっちが絶対とは言えないので、結局自分でね、まあ、前年の所得を調べてどっちが有利かっていうのをね調べないといけないんですけど、国保の場合はいくらになりますかっていうのを、まあ、要は源泉徴収票を持っていけば大体分かったりとか、前年とかね過去の年収大体いつもこれぐらいですっていうのが分かると、教えてくれる場合ありますので、国保だといくらぐらいになりますかっていうのを確認して、またこのね任意継続だといくらかっていうのは会社の方に確認をして、どっちが得なのかっていうのをしっかりと比較してから購入する方をどっちにするか選んだ方がお得になります。もちろん任意継続自体がないよっていう時はもう国民健康保険一本になります。では国民健康保険の切り替えのね話が終わった時で、次2つ目にすることを紹介します。退職後にすることなんですけど、2つ目は国民年金の切り替えになります。これはどういうことかと言いますと、今まで会社の厚生年金に入っていたものを国民年金へ切り替える必要が出てきます。これも同じように持っていく書類は一緒です。先ほど会社に事前にもらった離職票、雇用保険、被保険者証等を持っていくと国民年金への切り替えができます。そしても同じようにね、引き落とし口座をこの場で作れると便利ですので、まあ、印鑑、通帳、カードの3点セットがあるとベストかと思います。そしてこちらはね、先ほど国民健康保険の切り替え、この市区町村の窓口の時に国民年金の切り替えも一緒にできますし、また年金事務所の方でもできますので、どちらでもいいんですけど、まあねどっちかね、せっかく窓口行くんでしたら市区町村の窓口で済ました方が効率的かなっていうふうに思います。まああと一緒にやるっていうのがベストですよね。国民健康保険の切り替えと国民年金の切り替えを同じにやってしまう。そしてちょっとね追加情報なんですけども、でそもそも年金制度の仕組みについてね、スライドで解説、要は図で解説をしますね。今まで会社員だった時にはこの国民年金というものと、会社でね独自に入っているこの厚生年金保険、またさらに上乗せがあって企業年金に入っている方もいます。これは会社によりけりなんですけども、要は国民年金がここが1階建て、2階建て、3階建てということで、会社員の方が年金制度っていうのは手厚いんですね。で今言ったように自営業、個人事業主になって独立するとこの国民年金に切り替わります。そうするとこの
2回分3回部分はもうかけることができないので、個別で入る要は上乗せ部分も作る方がいいですよって話になります。これが国民年金基金と付加年金と呼ばれるものがあります。もちろんね、ここは任意ですので強制ではないので入ってもいいですし入らなくてもいいです。でもその代わりこの国民年金の基礎年金と呼ばれるところだけしか入ることがね、自営業の方はできませんので、老後の資金のことを考えるとやはりプラスで上乗せしていった方がいいのではないかなというふうに思います。で、年金制度というのはこのね、会社員と要は個人事業になるとちょっとね、制度が変わりますよってことです。で、制度が変わるから国民年金の切り替えが必要になりますよっていうことです。で、先ほど図で見たように追加情報なんですけども、この国民年金基金で自分で上乗せをする年金があるということと、もう一つ方法がありまして、イデコと呼ばれるものですね。皆さんイデコね、節税につながるワードとしてはね、知ってる方多いと思うんですけど、こちらは自分で作る年金になります。そしてさらに付加年金というものがありまして、月400円プラスすることで将来の年金の受給額を増やすっていうものもあります。国民年金基金か付加年金かっていうのはどっちか片方しか入れませんので、二重にはできないのでお気をつけください。それでこの国民年金イデコについては過去の動画でね、解説動画があります。こちらのね、解説動画見ていただければわかると思いますし、この国民年金についてもこの付加年金についてね、解説していたり、あと国民年金の払い方によって節約になりますよっていうことで、要はね、まとめ払い、年払いをしたりとか先払いをするとお得になりますよっていう動画過去に作ってますので、ぜひね、そちらの方も知りたいなんて方はそちらの国民年金のお得な払い方の動画の方を見てみてください。はい、ですのでまずね、会社員を辞めて独立するってなったら国民健康保険の切り替えと国民年金の切り替えが必要ってことですね。そして次にね、企業に向けて何が必要かっていうのを解説します。はい、次は企業に向けてなんですけど、これはね、もうね、皆さんね、知っていらっしゃる方多いと思うんですけど、会計を届けの提出を税務署にするというものと、まあ、青色申告したい方は青色申告承認申請書の手続きを税務署にする、こちら合わせて両方とも一緒にした方が効率的です。で、この会計を届けと青色申告承認申請書についてはね、過去の動画でも出してます。この会計を届けを出さなくても起業できるのに、会計を届けのね、どうして提出するのか、またはね、書き方などなどね、詳しく解説した動画ありますので、ぜひご覧ください。また青色申告使用人数どうして青色がいいのかっていうのも過去の動画にねしてありますので、こちらも過去動画を見てください。はい、そしてね、企業に向けてなんですけど、その他準備もね、こまごまとしたものがいろいろとあります。例えば名称を作るとか、請求書や領収書などのひな形を作る。今までね、会社でしたらね、もう事前にね、あるものを皆さんがそれを引き続き使ってたと思うんですけど、ゼロスタートになりますので、そういう書類系のひな形を作る必要があります。また借り入れしてからね、オープンするっていう方は借り入れの手続き、まあ、銀行巡りとか金融公庫さんに顔を出したりとかね、書類を出したり等々をしなければなりません。またね、店舗を出すっていう方は店舗探しや契約等々の準備が必要になりますし、またお金のね、計画ということで、事業計画書はしといた方がいいですし、またお金の計画というのも立ててた方がいいかと思います。というわけでね、企業に向けてはね、いろんなものがありますので、こう全てを挙げることはできないんですけど、メインとしてこのまずね、税務署に開業届の提出と、青色申告にしたい方は青色申告の承認申請書を出すと、その他いろいろ準備がありますよということです。はい、次まとめです。やはりね、この会社辞めるときって何がいいかって、円満退職がやはりベストです。揉めて辞めるよりは円満退職がいいです。それはどういうことかと言いますと、きちんと引き継ぎをして、まあ、やることをやって円満退職をして、有給をきちんと消化するっていうのがね、まずね、あれですよね、せっかく有給が残っているのにね、消化せずに終わっちゃうっていうよりは、やっぱり有給消化もした方がいいですし、あと意外とその後の独立した後の仕事や人脈につながる時があります。例えば仕事の紹介をしてくれたりとか、最初の方だとそういうことってすごく助かりますし、同期の人脈っていうのはいいものです。何か困った時に同期にね、あ、そういえば知り合いにいたかなとかね、ちょっとつないでもらえると助かるっていう場面が意外と出てきます。そしてこれ、皆さん意外とね、辞めた後に気づくんですけど、会社の看板って意外と影響が大きいんですね。なんかね、会社にいながらもね、個人で活動してるふうになんとなくやっぱ思ってしまうんですけど、会社の看板、名刺に書いてあるやっぱりね、株式会社なれなりとかいう看板って意外と影響が大きくて、名刺の力、要はね、あとは信用力が思っているよりあります。それが使えなくなるということだけ意識しておいてください。そしてこれも皆さん辞めて独立してから言う方多いんですけど、会社がしてくれていたことって意外と大きいし多いんですね。例えばね、各種手続き、また年末調
調整などもしてくれてます。独立したら確定申告を、ね、しないといけなくなるんですけど、それを代わりに会社がやってくれてたということですね。はい、そしてまた独立後は全て様々なことを全部自分がやることになります。例えばどういうことかと言いますと、経理ももちろんそうですし、銀行に、ね、行くのにも自分で行きます。あと郵便局も自分で行かないといけません。今までだったらね、切手貼っててね、切手はね会社に置いてあったかもしれませんけど、そういう買い出しからまあね、そういう細々とした要は事務作業も自分でやらないといけませんし、今まではねパソコンやタブレット会社が支給してくれた、携帯出してくれてた、これも自分で全部用意をしなければなりません。またね、細かいことで言うとね、文房具やコピー用紙などもね勝手に補充はされてきませんので、自分で全て揃えていく、またはね買いに行くという、もしくは注文するというようなね、細々としたことまで本当にね全て自分でやっていかなければいけないというね、会社がしてきてくれたことは意外と大きいんですよっていうねことを皆さん独立して初めて気づく方が多いかと思います。ですのでね、やめてねわたわたしないように、しっかりとここでね退職前にするべきこと、退職後にするべきこと、あとね全部全てやらないといけないので、自分ねスムーズに仕事が進むように、事前に準備できるものは順番に細々としたところまでしっかりと準備をして独立開業をしていきましょう。次回予告です。第1章の 9-8 のね、このね自宅開業店舗開業どっちが正解っていうのは実はもう動画にありますので、 9-8 は飛ばしたいと思います。こちらの動画見てください。自宅開業店舗開業悩んでる方、こっちどっちが正解ですかって詳しく解説してる動画があります。でそのね、次は第1章のね 9-10 をやろうと思います。野望って何ってつける必要があるのかと、またつけるコツ、あと開業したらいくら必要なのか、どうやってお金を見積もればいいのか、一体いくらかかるのか分からなくて不安すぎます、お金産むことがいまいち分かりませんということで、ね、それに対しての答えをまとめてお知らせしたいと思いますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。動画の方今交互にやってまして、この本の紹介の動画とその次はまた別の動画、その次に本の紹介という形で交互にやっております。次のこの本の中の9のピックアップは次の次になると思うんですけど、第1章の9、10をやる予定ですので、またぜひ動画の方チェックの方よろしくお願いします。私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。オンライン上で質問や相談をすることがいつでもできるということが1つ目のメリットです。これ Facebook の非公開グループで運営をしております。2つ目のメリットはサロンズームを定期的に開催しています。 Zoom でね、私ともちろんあと他のメンバーさんと異業種交流、情報交換ができるということで好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。こちらね TikTok や YouTube の裏側とか、普段ビジネスどんなことを私が考えているのか、また新しい税金や経理情報などオンラインサロンのみだけで投げてる情報がほとんどですので、ぜひ気になる方は概要欄の URL の方から飛んでいただけると詳細が覗けますので、ぜひ検討の方よろしくお願いします。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。このように自営業フリーランス向けにね、役に立つ情報を YouTube で動画で投稿していってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またコメントやいいねやね、グッドボタンもらえると励みになりますので、ぜひ合わせてよろしくお願いします。またフリーランス自営業向けの本を出版してます。こちら Amazon でも買えますし、 Kindle 版もあります、本屋さんもありますし、楽天ブックスでも購入できますので、ぜひよろしくお願いします。また Instagram、Twitter、TikTok もしてます。 Instagram はフォロワーが1.5万人、 TikTok は 6.1 万人になってますので、その他 SNS 概要欄から飛べるようにしてありますので、合わせてチェックの方よろしくお願いします。はい、それでは本日の動画以上になります。いつも見てくださってる方ありがとうございます。独立ね、開業、勇気を振り絞って決めたとなったけどね、あれどんなにしたらいいんだろうということでね、今回はね退職前退職後にするべきリストをピックアップして、しなければいけない手続きを紹介いたしました。またね動画でね、こういう自営業フリーランス向けに役に立つ情報を提供していってますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それではまたの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。それではまた。